よし、じゃあこのカタカッタの3面で手に入れたこのアイテムたち売って金にしちゃいましょう。どんくらいで売れんだろう。いや、この目玉商品ちょっと最後に下から行こう。泥棒にだけ盗まれないようにしないと。そう、店を増築したら泥棒出るようになって、で泥棒に取られちゃうと本当にそのまま取られちゃうから、マジで阻止しないとダメ。お、2100円売れた。1980円も売れた。いいね。まだ高いか。売れないな。2000は高いか。2000で売れたんだけどね、前。じゃあ1800円で。わ、泥棒来た。来た。ダメだお前。買ってくれ。オッケー。オッケー。オッケー、さばききったね。じゃあ次、目玉商品たち。これだけで33,600。やばすぎる。この段階で一回装飾品に出資しよっか。これデコラツィ、え、そんなちっちゃいとこ店じゃないんだ。屋台。こんにちは。あのムーンライターを営むウィルさんですね。この度はリノカにお呼びいただき感謝します。世界を旅して集めた装飾品を販売しているアランと申します。私の商品は人に喜びと安らぎを与えるんです。ムーンライターに飾り系を出したいならいつでもお越しください。おお、お客さんは長い間列に並んでくれる。意外に安いね。これかな、レアクリスタル。これ買っとこう。OK、じゃあこの辺売っていきますか。設計図1,2,3,4。じゃあ2,000円スタートで。でこっちはカタカッタの書物、歴史書1,2,3。まあ、これもとりあえず2000円でいいでしょう。いきなり泥棒かよ、ふざけんな。鼻垂れ小僧がよ。帰れお前は。この野郎。買ってくれないか。じゃあ1,800かな。いや、700でいいか。おお、え、それお買い得？マジかよ。ちょっと釣り上げないと。
歴史書2が2000円でお買い得か。じゃあ2500まであげよう。みんな高いなって思いつつ買ってくれるね。買ってくれねえ、なんだかんだ。おお、5万貯まった。他の設計図に比べて安くない？あれ。まだ高えのかよ。買えよ。隣のあのぼったくり店よりだいぶマシだろこの店。おい、ふざけやがって。超有料店だぞここ。買えよ。ちょっと高いくらいか。26,780円。いいね。さあ今日は売りたいな。買ってくれ。まだ高いの？やっと買ってくれたよ。もう500円でいいよそれ。買ってくれ。はあ、ふざけんな。もういいだろ。お、金持ちが来たぞ。じゃあ目玉商品出すしかねえな。4000だ。こちら3000。買ってくれ。おお、やっと売れた。カタカッタの書物。買ってくれ、そのそこの金持ち。おい、うわー、帰っちゃう。泥棒来た。高いけどなんか買われそうではある。お、来た。買え。マジかよ。お、メモの方は売れたね。で、3500はやっぱり高いと。じゃあ3000でいいよ。買ってくれー。おい、嘘だろ。買え。よーし。はい、毎度。よし、お前ら帰れ。店じまいだ。稼いだねー。68,310円。いや、これだけあれば、店の増築ができる。レベル2でショーケースと装飾品用のスペースを追加。クエストカウンターも設置され、お客の要望を受けることができます。お客の要望って気になるな。なんか、あ、待って、こっちも買えるのか。え、これ良くない？レジチップ払ってくれんの、これでかいよね。銀製のレジまで買っとこう。チェストは大事でしょ。オッケー。これベッドは何？なんか変わんの？買ってみる？
これも買ってみよう。さあどうなる。おお、収納スペースどんくらい増えんの。お、あ、いやこれはでかい、めっちゃ増えてんじゃん。箱2つ分じゃん。いや最高。これベッド変わるとなんか変わんの。うん、あ、 HP が50増えてる。いやなるほどね。いやこれはベッド強化した方がいいわ。多分あの50は減ったら戻んないんだけど、ブーストかかるんだろうね。え、なにこれ。あ、こういうのもあんのか。え、他にもある、飾れるとこ。さすがにないか。へえ。あ、ここいっぱい置けるんだ。いや、ボリすぎだよな、やっぱこいつ。なんだよ、1800円でスチールって。誰も買わねえだろ、こんなの。1万1000人。こいつ。転売してるやついるな、もしかして。こっち別に卸売業やってるわけじゃないんだぞ。転売やめ。俺から買って、で、こっちで高値で売って、こいつはさらに高く売るという、転売サイクルが出来上がってしまっている。ふざけやがって。よーし、じゃあ、ダンジョンに、ゲンムンド、行ってみましょう。どんな感じだろう。敵変わんないのかな？色変わるだけで。森系か。キノコ？ああ、敵はもう全然違うんだね。1年前に我々の研究所を破壊した犯人は未だに不明である。現在でも研究材料が毎日のように消失している。何の話？行って。これダメージ床か、もしかして。敵多いな。いや、毒ダメージ？いや、毒きついな。この回復できないゲームで毒は一番きついでしょ。え、ボス？避けろ避けろ。なんか Wi-Fi の接続は切れました。あ、ボスはそんなに強くなかったね。この部屋は結局何なの？これがあるだけだよね。パターンだ。ダンジョンには間違いなくパターンが存在する。無作為に見えるかもしれない。むしろ単なる混沌だろうか。だが真実は全く真逆であると言っていい。そこには合理性と反復性が存在する。一種の神格的存在の導きだろうか。ダンジョンの各階層には必ず知恵の泉がある。実はこの泉、下の階層への入り口がある部屋の近くに出現するのだ。そうだね。傷の治癒だけではなく、ダンジョンの方向を導いてくれる存在だ。財宝目当ての探索者はこの事実を知らないだろう。いや、一番きついな、この部屋。絶対ダメージ食らうじゃん、ほら。いや、無理だよ。
いや、その真ん中にいられたらもう、いや死ぬし、ダメージ床か本当にきついわ。もうポーション使い切っちゃったよ。とりあえずマップは埋めたかな。いや絶対食らうわこんなん。ちょっともうアイテムももう満杯だし帰るか。ポーションないしね。うん帰ろう。まあ第1回遠征はこんな感じで。あ、全然だね。防具もダメ？あ、防具はなんか作れそうだね。じゃあとりあえず防具作れるように頑張ろっか。はい、ではまた何度か潜っていって武器や防具が強化できるところまでカット。はい、今原文度の2層まで来ています。で、防具は胸装備だけレベル2にしてエンチャントまでしています。で、武器はナイトソード1段階強化して、で、エンチャントを2回つけて攻撃力が今200超えています。めちゃめちゃ強いです。これ3層までいけるんじゃないかな。いや、食らいすぎ食らいすぎ。キノコが結構な早くて避けにくい。うわ、無駄に使っちゃったなポーション。どんどんいっちゃおう。ボス戦です。いや、これ強いでしょ。ゴリゴリ減るから。はい、撃破と余裕だね。おっと、回復してから3層行ってみましょう。このままボス戦まで行こうか。ボス戦手前で回復しに戻って行こうかな。 OK、 あと1体。ここのダンジョン毒になるから辛いんだよね。 OK、金の宝箱。おお、いいの落ちてるね。オッケー。いや、火力で押し切れるのいいな。やっぱ攻撃力こそ最大の防御ですね。サーボス戦やっていきましょう。なんてやつかな。お、でか、2塩素。いや、なんか強そうだな。攻撃わかんないね、敵の。何してくるんだ。いた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 。いや、でももう半分だよ。余裕じゃないか。押し切れる押し切れる。わ、弾幕押し切れ。よーし。いや、楽勝だったね。武器が強かった。やっぱり未演奏撃破です。鍵2つ目ゲット。やったー。
この辺のアイテム拾って。これ全部持って帰りたいな。無理か。こんな感じかな。よし、じゃあ帰ろう。残るダンジョンあと2つ。次は多分炎のステージかな。じいちゃん、グーデルとゴンに続いてゲンムンドの守護神を倒しおったか。やれやれ、危険が過ぎるわい。わしを心配で死なせる気か。お前のじいさんはわし以上に心配するじゃろうな。同時に誇りにも思うじゃろう。あいつの顔が思い浮かぶわい。商人である孫が男女の守護神を打ち倒すんじゃからな。わしは賛成しなかったんじゃが、村人たちの意向でサハイヤを解放することになった。まったくみんな愚か者じゃ。あの男女は理由があって閉鎖したというとるのに。まあお店が昔の忙しい姿に戻ったようじゃから多めに見てやるわい。はい、これで3つ目の男女行けるようになりましたと。で、なんかできること増えたかな。お、エディーズバンク、資産運用スペシャルにお金の運用を任せて低リスク&高リターンで資産を増やしましょう。これは絶対やっときたいね。ただまだちょっとお金足りないので一旦売りに出すか。この辺結局作ってないんだよな、まだ。まあ後でやるとして、装飾品とかなんか増えてるかな。ミエンソのミニフィギュア、泥棒が来店する確率を低下する。おー、まあ、泥棒めんどくさいからね、確率下がるのは嬉しいけど。ゲンムンドの歴史書1、この辺売ってこっか。ミエンソの種、メモミエンソ、この辺もロー。あと売れそうなのは植物学のメモ、原子の球根、この辺も余ってるのは売っちゃおっか。こんなところかな。これが植物学のメモがこの辺より高いんだ。2500円かな。2300円。ハードリーフ400円くらいで売れるかな。明かりの実は生命の水よりは安いと。まあ400円でいいでしょう、とりあえず。純正の硫酸300円かな。ほい、じゃあ回転しましょう。
買ってくれー。お買い得だったか、300円じゃ。メモシエンソ、これいくらかな。あ、一番高いんだ。5000以上になっちゃうと、この先。じゃあ5000つけてみよっか。ミエンソの種、じゃあこれ4号で。わっ、5000で売れた。やべえ、あれ。じゃあこれもその辺の値段で売れるってことだよね。じゃあ軒な全部4000円で出してみよう。うわ、シエンソの種植えた。マジ、ちょっと待って、お買い得、これがお買い得、4000円でお買い得。4号にするわ、そんなん。でこれがちょい需要が下がってるから安くなってると。お、4500円が適正価格かな。いいね、さばけてくよ。売れろ、よし。あとは球根買ってくれ。 OK、さばいた。店じまいだ、帰れお前ら。これで139,200円稼ぎましたと。はい、じゃあお金も貯まったんで、ちょっと出資してみましょう。エディーズバンク、あ、店じゃなくて公園に立つの。何のトンカチの音だったの。エドワード、こんにちは。個人で信託業を営んでいるエドワードと申します。私は一種の仲介人でして、主に資金の運用をしてます。私にお金を預けてくれれば、あとは増えるのを待つだけです。ご興味がありましたら、いつでもご相談くださいと。今他の件で忙しいので、5日後にお話ししましょう。なんだそれ。とりあえず5日後まで飛ばしてみるか。はい、じゃあ5日経ったんで、ちょっとエドワードのとこに行ってみましょう。なんだこれ。説明もなしに。何、どういうこと。あー、なんか1週間で上げ下げがあって、どこで回収するかみたいな、そういうゲームかな。なるほどね。10万いこう。よし、これちょっとダンジョン潜らないで、ベッドで日付飛ばしてみよう。さあ、どうなった。忘れてしまった市場が全額引き取ってしまいます。は？最終日まで6日です。お気をつけください。なんだこいつ。あ、12% ダウンだ。いや、これ多分潜んないとダメだな。よし、じゃあ。3つ目のダンジョン。サハイアに潜ってみましょう。